タウシュ別川橋梁で6月としては異例の崩壊が確認されました北海道遺産にも登録されている戸勝の上志保路町のタウシュ別川橋梁で昨日橋の一部が崩落しているのを地元のガイドが確認しました見学ツアーを開いている NPO 法人の東大雪ガイドセンターによりますと崩れたのは橋の壁面で6月に崩落するのは初めてだということです 今回の崩落は老朽化による可能性があるということです。